どうも、ロシングルです。ドロー&ゲス単発やろうと思ったんですが、もう一回やりたくなりました。4人揃っちゃったね。プラスさん、カサジーさん、アキア M さん。よろしくお願いします。こちらこそ。ボクサー戦シロップ。ボクサーでいきます。ま、こう。そうだね、ボクシングっていう単語と間違えられても嫌だからね、一人だけ書くっていうのがいいのかな。やっぱヘッドギアつけたこのイメージが、ボクシングっていう、ボクサーっていうイメージがすごいあるんじゃないでしょうか。なのでマウスピースもね、こうやってでっけえ口で表現して、でグローブはねでかいので、で、どうかな、ストレート、明日の上的な伸びるストレート、手がビヨーンって長く見えるよっていう、あのね、こんな人の手って長えんだみたいなストレート、伝わるかな、汗かいてお、これはもう焼肉でしょう。超楽勝ですね。うまいですね、笠爺さん。さあ、次は鳥かご。鳥かご。どうかこう。一応ですね、ゲーム実況としてこう、面白と、この、ね、ドロー&ゲスというゲームそのものの、正解を求めるっていうこの狭間で非常に苦しむ部分があるのでね、最初すごい悩みますね。いや、面白に走りすぎてもね、他のプレイヤーもいるので、それがこう迷惑になっちゃっても申し訳ないっていうところがねあるので、まあ、鳥かごは楽勝ですよね。こんな感じでしょう。で、網目描いといて、これで伝わるでしょう。うん。あとなんか必要？なんか書くもの伝わんないかな？どうかな？やべえかな？あ、怖い。じゃあね、これ文字ではなく物体でそのものをイメージするものを伝えます。はい。お、マトリョーシカ。かわいいね。すごい。うまいですね、笠爺さん。さあ、ボクサー。よかった。お、うまい。プラスさん、うまいぞ。ボクシング。だが、もうこれは、当たりでしょう。これを、ね。違うっていう人はどうかしてます。鳥かご。うん、安定のやっぱこうですよね。で、僕のこれは鳥かご。ありがとうございます。伝わったね。いや、皆さんうまいですね。非常に皆さんレベルが高い。マトリョーシカ。お、あー、なるほどね。で、これですね。いや、これはお見事ですね。完璧。笠爺さん、焼肉。これは僕が見た焼肉かな、確か。うん、完璧ですね。素晴らしい。お、こっちもうまい。伝わる。うん。今回のメンバーすごいレベル高いですぞ。やるね。雷平尾ゆぎじゃんけん。雷かな。じゃあ雷。やべえな。我ながら選んだ題材が全然面白い絵を描けそうにないっていうね。まあまあしょうがないよね。
でまあこうでしょう、安定でしょう、何も考えずとも皆さんこれは書けるんじゃないでしょうかね、このレベルなら。いやー、平泳ぎとなんだっけ、もう一個忘れちゃったけど、ねえ、なんか面白い作るのは難しいね、やっぱり。お、うまい、秋屋さん缶詰でしょ、サバ缶かな、オオサンショウウオ、うわー難しい、オオサンショウウオ口でかいんだよね確か、目離れて、どんな顔だったっけ、なんか足短いよね確かね、のぺっとした感じあー後ろ足わかんねえ、どうだったっけ、適当に書いちゃえ、尻尾わかんないな、で多分イボイボしてますよね、山椒はぬるっとしてるイメージもあるけど、オオサンショウウオは確かイボイボしてんですよ、口もっとでかくしよう、こんな感じかな、伝わるかな、わかんねえか、恐竜って書かれたら終わりだな、なんか水辺だよって余計なもん書いてね、あの情報を与えるっていう古速な技を使いましょう、うん、わあ逆に分かんないかな、やばいかも、お、これはモモンガかな、かわいいね、すごいかわいいね、アキヤさんは女性かな、かわいらしい絵ですよね、ありがとうございます、ああもう完璧だね、正直遊びが作れないっていうのが残念ですけど、雷は雷神でもないよね、遊ぶって、お、プラスさんは絵が上手い人ですね、山椒魚、え、オオサンショウウオじゃないの、うわーかわいい、うまい、なるほどな、ここでズレがだ、生じたか、あ、プラスさんがありがとうございます、まあいいんじゃない、サイズの違いだけだと思うのでいいんじゃないでしょうか、皆さんそう思ってるみたいです、お部屋さんは缶詰、うまいよねこれね、今回のレベルの高さは尋常じゃない、完璧です、すごいね、接戦ですね、ムササビか、いやムササビとモモンガって見た目大きい差ないですよね、サイズだけだよね、これは OK にしてあげたいところだけどまるで違うからな、ブロッコリーかな、ブロッコリーなんか爪痕残そうか、すげえ多分書いてて一番つまない題材選んでしまったな、ブロッコリー、ねまあこうでしょう、これで伝わるんだけどどうしようかな、ブロッコリーの根っこってこうだっけ、あれわかんねえな、根っこついてるの見たことないかもしれない、やばいかこれまずい、どうしよう、あとなし、根っこはないです、見てこっち、そうこれね、葉っぱ、ブロッコリーの葉っぱね、モサモサした葉っぱで、茎も青いよって、ほら美味しいよって、サラダにいっぱい入ってマヨネーズぶっかけて食いたいよねって、やばい、これはまずい、これはまずいぞ、やばい、やらかした、あー、お、これはブロック崩しだね、
いや、うまいね。マジで皆さんのレベルが。能か。能。能面。能面はこれか。どんな顔してたっけ。能。口がね、なんかそう、あの、把握縛ってるっていうか、ちょっと半開きなんですよね。で、目がね、白目がちでね、あんま美人じゃないっていう。あと、なんだろう。のこういう、頭巾かぶってなかった？違うっけ？あと、まあ、センスは持ってるだろうな。あと、着物、こういう、なんか、それっぽいポーズ。で着物着てもらえばまあ伝わるかな。なんか花坂じいさんに見えてきたな。やべえか。お面、そう、お面って分かんないとね。これでお面です。伝わるかな。文字がねかわいい。これ花ちょうちんだな。違う花長身じゃない、長身だ。さあ伝われ。どうでしょう。ですよね。すいません、マジでこれごめんなさい。根っことしては100点満点だよね。マジ申し訳ない。本当に悪ふざけが過ぎた。もうわあ、うまい、うまいわ。ありがとうございます。能狂言、ああもう正解でしょ。能狂言大正解。ブロッコリー申し訳ねえな。花ちょうちん、おう、完璧だね。今回のプレイヤーすごいみんなレベル高くて楽しいですね。さあ最後のお題かな。ブロック崩し。うん、これは完璧だわ。こういうパターンもありですね、確かに。おー、っていうかみんなブロック崩しを知ってるっていうのにびっくりですね。いやー、準優勝僕ら笠爺さんと2人ですね。優勝は、おー、2人とも同点。すごいね、めっちゃハイレベル。というわけでアリーベデッチ。